2019W リーグプレーオフファイナル、本日は2戦目でした。 JX セレオスサンフラワーズ対三菱電機コアラーズの一戦、ゲーム1は JX セレオスが勝利して迎えた本日の2戦目。11連覇を狙う JX セレオスと初出場です、ファイナル初出場の三菱電機コアラーズ。さあ中川さん、はい、第1クォーター振り返っていかがでしょう。非常に両チームともに積極的なプレーというところがやっぱり出だしから見られましたよね。特に JX セレオスの宮澤選手、うん、まあ、さらに三菱電機のこの渡辺選手がやはりこうチームの主軸として果敢にこう攻め切る攻防というところ、非常に見応えがありましたね。そして両チームやはりディフェンスを課題に掲げていただけに、激しいディフェンスも見応えありましたね、はい、そうですね。 JX セレオスの方もフロントコートに入った時にダブルチームを仕掛けるなど、やはりアウトサイドのところを非常に警戒したディフェンスなんか見られました。三菱電機もですね、ディフェンスもそうなんですけれども、特に力を入れたのがこのリバウンドの部分、そういったところでやはり王選手なんかが体を張ったプレーというところを出だしから多く見られましたね。そして第2クォーターのスタートは先ほどの宮澤選手のスリーポイントからでした。はい、まあ、各クォーターやはりここ一番でしっかりと得点を決めてくれるこの宮澤選手というところの強さというところを非常に多く感じられましたよね。そして JX セレオスは本当に今日もやはりファイナルの強さ、トランジションの速さで圧倒的に見せつけましたよね。そうですね、まあ、ディフェンスからスピードあるこのオフェンスの切り替えというところが JX としては持ち味ですので、そこが出だしから非常に多く見られたゲームだったかなと思います。この吉田から渡嘉敷のホットラインも今日も綺麗に決まっていました。はい、一方の三菱電機ですが、やはりちょっと点が止まってしまった時間がありましたが、このエース渡辺活躍しましたね。まあ、途中の時間でアウトサイドを、外でボールを回し続ける時間帯というところが出たんですけれども、ただその中でもやはりインサイドを使う場面というところが多く見られた時に、渡辺選手、さらには根本選手なんかの活躍というところも今日非常に見られましたので、非常にいい活躍した2人だったなというのは感じましたね。後半の入りは点の取り合いから三菱電機がこうゾーンに入ったんじゃないかというような、そうなんですよね。これでも落とさなかったですね。これだけやって初めて JX セレオスを苦しめれる、やっぱりそのプレーを見せつけた、自信にもなったプレーが非常に多かったんじゃないかなというのを感じました。根本選手は今日スリーポイント大爆発でしたね。そう、7本ですよね。彼女の持ち味であるこのスリーポイント多く出ましたし、自信持ってプレーしてましたので、 JX の選手も止めれなかったですよね。そしてこの河合選手のスリーポイントもありました。吉田選手をやっぱり憧れてこの実業団にも入って、この場で吉田選手をやっつけれた、これは彼女の非常に大きな自信になったと思いますね。第3クォーターは14点リードで終了しました。 JX エネオスリードで迎えた最後の第4クォーター、これもね、渡辺選手強気でいきましたね。もうね、ボールを持ったら自分が攻めるんだという気持ち、そしてパワーも見せつけたこのゲームになったと思います。最後の最後まで集中力を切らさない両者の戦いでした。そうですね。でね、表情も非常に良かったです。もうこんなね、連戦続けてきている中でこの表情でやれるっていうのはこのファイナルだからこそだと思いますね。この岡本から渡嘉敷の大岡ライン、これも最終戦で見ることができました。岡本選手も非常に苦しい場面つないだと思います。貢献度非常に大きかったと思いますので、まあ、そういった意味でも JX セレオスとしては誰か悪くなった時この選手とい こう次々にエースが出てくるというのがね、また非常に強さがあるチームだなというのを感じました。女王の強さを見せつけました JX セレオス。そして三菱電機は初のファイナルでこの躍動でした。そうなんですよ、追い詰めましたからね。一時期これいけるんじゃないかっていうところを見せつけたプレーなんかも多く見られましたので、これ来シーズン非常に楽しみなチームですよね。この最後、三菱電機渡辺のシュートで試合が終了しました。82対76、 JX セレオスがファイナルゲーム2を制して頂点に立ちました。そして三菱電機は初出場ながら
チームプレー、はい、見せてくれましたね。いやもうねチーム力の強さっていうのを本当に見せれた。そしてそこがあの団結力がもっとさらに湧いたシーズンになったと思いますね。あの2敗してしまったんですけれども、ただ最後まで40分間走り抜く、食らいつく、そういうバスケットを見せてくれましたので、このチームとしてはこれからまだね、まだこう伸びしろ大きいんじゃないかなっていうのは非常に感じました。82-76で JXN ヨソが勝利しました。スタッツご覧いただいていますが、中川さん気になる数字ありますか？もうねどれも素晴らしいと思いますね。あの三菱の2ポイント 37.8% なんですけれども、よりやはり JX のディフェンスが効いていると思いますし、もうこれはスコアよりもここを戦い抜いた選手たちにも拍手をあげたいぐらいの感じですね。さあそれではここで勝利チームのインタビューをお聞きいただきます。放送席そして会場の皆さん、優勝インタビューです。見事リーグ記録11連覇を達成しました JXN ヨス佐藤清美ヘッドコーチです。おめでとうございます。どうもありがとうございます。新しい記録を打ち立てました。今優勝を決めてどんなお気持ちですか？そうですね、あまり11連覇ということを意識しないで、言おうと思ってるんですけど、やっぱりどこかで、気にするところがあって、非常に苦しい日々を過ごしたというふうに思ってますけど、それをこうやって選手たちが頑張ってくれて、結果を出してくれたことに本当に嬉しく思ってます。前半からこの第2戦は大きく流れが変わりました。非常に苦しい戦いの末につかんだ勝利だったと思いますが、今日の選手たちのプレーはどのように目に映りましたか？前半はすごくうちのペースで、バスケットができたんですけど、やっぱり第3クォーターのところで三菱さんの3ポイントが何本か入って、それで少しこういうゲームになってしまったんですけど、そこをやっぱり選手たちがしっかり我慢してくれたというところがこの勝利につながったのかというふうに思ってます。最後はもう選手たちが息が上がって顔をしかめながら走り回っていましたけども、そうした姿はどんなふうに見てました？そうですね、やっぱり11連覇のプレッシャーが僕だけじゃなくてやっぱり選手たちにもあったんだなというふうに思ってます。佐藤さんはコーチ時代から何度も優勝経験してきましたけども、これまでの優勝経験した選手たちにはどんなふうに報告したいですか？そうですね、やっぱり、ここにいるメンバーだけじゃなくて11年前からうちのチームで貢献してくれた OG ですとか OB 全ての人たちに感謝したいというふうに思ってます。おめでとうございます。ありがとうございました。佐藤清美ヘッドコーチでした。それでは選手のインタビューです。宮澤ゆき選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。このファイナルのシリーズも自分の持ち味が存分に出せての優勝だったんじゃないですか？そうですね、3ポイントはまあ結構昨日今日と決めれたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり最後はやっぱ三菱さんにオフェンスリバウンドであったりとか3ポイントを逆に決められてしまったので、それは来シーズン、まあ、課題としてやっぱりディフェンスとリバウンドが鍵っていうのがもう改めてまた分かったので、それは来シーズン頑張っていきたいと思います。ただ昨日22得点、今日21得点、ともに4本のスリーポイント、このプレーオフ MVP になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあもうそれは本当にチーム全員の力なので、自分が打たせてもらっている立場なので、それはチームメイトに本当に毎回毎回言うんですけど感謝しています。リーグ戦とは違う、また勝ち上がってきた三菱電機とのこのプレーオフの戦いで、今日ちょっとやはり後半苦しかったと思いますが、どんな気持ちで最後はプレーしました？やっぱりそこは気持ちだと思うので、最後は自信持ってコートに立って、まあ、ディフェンスとリバウンドをしっかりやって、そこからブレイクという形が JX の持ち味なので、まあ、そこを最後まで、まあ、できたのは良かったんじゃないかなと思います。ただ前半から一転して苦しい中で、今日吉田さんも足を怪我したり、渡嘉敷さんも万全でない中で、どんなことを自分で引っ張っていこうとか心がけてプレーをしましたか？スリーポイントというのが自分の持ち味なので、それをまあチャンスがあればどんどん打っていきますし、ディフェンスとリバウンド
もできるのも私の特徴なので、でもまあ最後そこができなかったのがすごい悔しい部分なんですけど、まあ、まあ勝ててほっとしています。ただこうした戦いの先にまた代表での活躍も期待される方も多いと思いますけども、そこに向けては今回のファイナルからどんなことを使いました？さっきも言ったんですけど、やっぱディフェンスリバウンドが大事なので、そこをしっかりやって、その上でスリーポイントがあるので、まあこれからもスリーポイントだけじゃなくてドライブだとかパスだとかそういうところも、スキルも磨いていって、まあ、もっともっとビッグなプレイヤーになっていきたいです。おめでとうございます。ありがとうございました。宮澤ゆき選手でした。さあ、そして今日大活躍24得点です岡本沙也加選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。この11連覇、新しい記録を打ち立てるのに大きく貢献しました。いかがですか？いや、本当なんか実感が湧かないんですけど、本当に嬉しいです、はい。昨日マッチアップした相手の渡辺さんとの今日の戦いはどうでした？いや、結構ちょっと取られすぎたんで、ちょっとそこはまた課題になるんですけど、まあ、でもチームが勝てたんで本当に良かったです。リーグ戦では負けなかった三菱電機と最後こういう戦いの末に勝てた、これはどんな風に感じてますか？やっぱ三菱電機さんもやっぱ気持ちが強いなっていうのをすごく感じたので、自分たちもやっぱそういうところを見習ってもっと気持ち出して来シーズンもまた頑張りたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。岡本選手でした。そして岡本選手と高校時代から戦ってきました渡嘉敷来夢選手、渡嘉敷選手も今日24得点でした。おめでとうございます。ありがとうございます。チームが苦しい中でよく後半得点伸ばしてきましたね。そうですね、もうみんなが苦しい場面でもボールを預けてくれたので、あとは期待に応えるだけだと思い、もうどんな形でもいいから点は取らなきゃいけないなとは思ってました、はい。このファイナルの試合の前にちょっと足を負傷したという情報もありましたが、どんな気持ちで臨んできた2試合でしたか？まあ、それはもうコートに出たらあまり関係ないので、でも本当にチームスタッフもそうですし、トレーナーさん、仲間にもすごく助けてもらったので、あとはコート上でもう本当に自分の力を出し切るだけだと思ってたので、本当に優勝という形で終われてよかったなって思います。このチームで成長してチームの新しい歴史を作ることにも貢献しました。この11回目 の, チームのタイトルはどんなふうに感じてますか？いや、本当に伝統あるチームで勝ち続けるっていうことは本当に難しいことなんですけど、全員で11連覇という歴史を塗り替えることができて、まあ、よかったなと思ってます、はい。おめでとうございます。ありがとうございました。渡嘉敷選手でした。そしてキャプテン吉田麻美選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。試合が始まって第1クォーターの途中で少し足を痛めてヒヤリとしましたけれども、自身はあの時はどんな気持ちだったんですか？いや、一瞬だったので大丈夫です。今までとは違う役割でタイトルに臨んだシーズンでしたけれども、このファイナルの前、そして今日戦っている間、どんなことを考えてました？まあ、今の私の役割は途中で出てって流れを変えてあげる、本来の GX のバスケットを引き出させてあげるっていうのが役割だったんで、毎試合それを意識して試合に臨んでいました。昨日も途中から出てきて11得点、今日も7得点を挙げて、自分の役割といいますか自分の可能性もまた感じた戦いだったのではないかと推測するんですが、そのあたりはどうですか？そうですね、新しいことにチャレンジできるというのはすごく、今シーズン楽しんで、できた部分も、ありましたし、まだまだ、課題が見つかったシーズンでもありましたけど、最後こういう形で優勝できてよかったなと思います。ご自身の若い頃からこうして世代交代をしながら勝ち続けることの素晴らしさ、難しさ、改めてどんなふうに感じますか？まあ、勝ち続けることの難しさっていうのは選手にしか分からないことですけど、まあ、それはチャンピオンチームとしての使命だと思いますし、それを乗り越えて、今日11連覇できたんじゃないかなと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。吉田選手でした。
バスケットライブ。